はいみなさんこんにちは !Hello everyone! This is CSTOYS International Talkwave! Thank you very much for listening! 今回も、えー、CSTOYS Talkwave やってまいりました。第144回 !Can you believe that?We've been doing t h i s radio program already 144th!Wow! すごいね自分でもびっくりしちゃうね、えーまあインターネットラジオになってからはね、まだね、回は立ってないんですけど。144回 喋っっってきてき <laughs>、ね、急に止まっちゃったけどえー、だ今日はねあの変化の到来ということでねまあこうやってねもうそのねあの新しい、まあ、年もやがて来ようかという時期になってくるとですね、まあ、あのまた来年の、ね、ことも考えたりするわけなんですけど、えー、もう毎回ねそのあのいつも思うのはそのいろんな変化がね社会の中にドーンときた時にうわどうしようとかねやっぱり悩むこともいっぱいあるし、えー、びっくりしちゃうね。 びっくりすることでそのなんか次に行く,行く進むべき、ね、ステップっていうのは見失ったりとか,だかまた逆に見つけたりとか、まあ、そういうものっていうのはいっぱい皆さん、ね、あると思います僕もそうなんですけどねでもねあの今この間かな、まあ、今までも何回かねあのびっくりする演歌いっぱいあったんですけど。 えーまあ、仕事上でね例えばその今まで使ってたインターネットのサービスあの以前ねある会社さんの,あのウェブサービスを使っててで5年いや,いや違う3年ぐらいかな3年か4年ぐらいはずっとそれで使ってたんですよねでそれでオンライン販売をしててで、まあ、そこそこだったんですけど、えー、っとだんだんね4年目最終年かなあ,のある時ねあのメールが来ましたねであの大変申し訳ございませんが。 え来年の何月をもちましてこのサービスを終了させていただきますと、えー、もう,もうあのユーザーの僕としてはオンラインショッピングで、ね、オンラインストアやってるわけですよどへいですよねやめちゃうの僕たちどうしたらいいのとまあもちろんそれでほったらかしにはなりませんからあの今の間にね、えー、今持っているデータを保存してで、えー、別のサービスを探してくださいとかって <laughs> 言われてねもうびっくり びっくりはい、でまあそれからね一生懸命探してで今、まあ、現在の、まあ、ショッピファイというねあのサービスがあるんですけどそれを見つけて今そこにね入ってこうあの自分のオンラインショッ,ショッピングサービスねストアを運営してるわけですけどまあねこの変化のびっくりすること。 えー、こんなことはねでもしょっちゅうあるんですけど、えー、放送関係でもねありましてですね今僕 YouTube ライブを使って、えー、毎週ね、えーまあ、おもちゃの玩具レビューとかやってですね、まあ、海外のお客さんに見てもらってるわけですけど以前はねユ、えーストリームさん、ね、使ってたんですよねでなんか最近聞いたニュースではねこれ皆さん多分聞いたことあるかもしれませんけどユ <laughs>、えーストリームアジア撤退ということで。 え今までね結構ユーストリームさんっていうのはもうすごいそのブランドネームだしねえ大きな会社だしえすごいなっやっぱあの大きい会社だなと思ったんだけど撤退するんですそうですねで,で撤退といってもただサービスは続けますんでご安心くださいね。ただやるところが あユーストリームアジアという会社設立になったのものがこれが今閉じられまして、えー、本家本元アメリカにあるです、ねえー、ユーストリームから直接運営をあのしていくというわけなんですけど、まあ、本社が今、まあね、日本の運営も、まあ、インターネットですからねできるわけなんですけどそう考えた時に、ねあーあのね、ユーストリームアジアに勤めてた会社の人もいるだろうなと何が起こったのかなとかっていろいろ、ね、そういうことを考えちゃうわけなんですよ。 やっぱりね、いろんな変化がやってきたときにどう舵を切るか、またその変化の余地のというかね何か,こう何か起こってるなっていうのをねやっぱ感じておくようなアンテナを張っておくというかそういうのはね,やっぱね今の時代やっぱ大事なんじゃないかなとあだって困りますよね、明日からああもう来なくていいから <laughs> と言われたら。 もうねそれね一族の党に迷いますよ本当にだからやっぱそういうことがなる前に僕たちはまだ、ね、日々ねやっぱりあの何が世の中で起こってて何が来ようとしてて、ね、ひょっとしたら明日明あさってに黒船来るかもしれないですよ大丈夫そういうことですよ、ねえー、何が起こってもですねその自分の,あのこれからを切り開いていけるような何だろう 資質というかね、準備というか、えー、それは僕たちできてるだろうか、えー、それはちょっとね、やっぱり常に考えておかなきゃいけないなっていうのは、ちょっとね、えー、考えるところなんですよね。さあ、それでですね、えー、これちょっと話が違う全然関係ないんですけど、あの先日からね、そのインターネット放送、これもね、新しい変化だということで、僕は前向きな変化だと思って、ね、捉えてるんですけど、えー、お客さんからですね、Twitter、まあね、まあ、うちも Twitter やってまして、c s トイズアット c s トイズかな。 えー、いろいろね、お客さんの方からツイートいただくんですけど、えー、第一回のね、インターネット放送聞きましたということで、ツイッターのメッセージありましてですね、タ、え、オ、ー・エス・ケイヤさん、ね、タオさん、ありがとうございます、スーパー戦隊、えー、ファンという方ですね。<laughs> <laughs> Listen to the first of hopefully many episodes of CSTOY TOC WAVE on FM Gaia on the Internet、ねえー。初めての第一回の、ね、CSTOY TOC WAVE、Gaia のですね、番組聞きましたよと。 ね、it was absolutely awesome。ありがとうございます。もうすごくよかったですと。ありがとう。<laughs> すごく嬉しいんですよね。え、こういうふうにね、その海外の人がね、聞いてくれてる。this is something and this is absolutely awesome。はい。so、あ、I like to keep that you know,、uh, all that、uh,。the latest in toy reviews and informations。いや、yeah,、that's very important too。but I like to talk about。 The how great you guys are too ね、えー、こういうお客さんこのこう帰ってくるこのお客さんたちこそね。 すごいよなとかって僕思うんですよね。えー、ほにね、こういうね、つながりの中で、どんどんね、あの、面白い番組作っていきたいなと思います。この、宇和島から世界を中心に叫ぶというところで、えいきたいなと思いますので、え今後ともよろしくということで、さあ、それでですね、最初の曲をご紹介したいと思いますので、またリクエストなんですけど、えオープニングはですね、これでいきたいと思いますね。えアートリーさんっていいのかなえー、アスリー、読めないんだけどね。ATE、ATRE、 rehy110 と、ね、読みませんんごめんなさいアトリーさんとしましょう。Your Song。これ仮面ライダーガイムからの曲なんですけど、えー、この曲はですね、I like the turn of the song and enjoy it。この曲のですね、えー、まその調子というか、リズムがね、すごく好きなんですと。で、この番組についてですね、どうですかという話なんですけど、Enjoy listening to the s h o Whenever I can watch on YouTube,、ね、YouTube で、ね、この番組アップロードされたのを見るなのとても大好きなんです。楽しんでます。Can't wait to listen to it live.、ねえー、これをですね、まさにインターネットで音楽とともに生で聞こえるのを楽しみにしてますよということで、ありがとうございます。さあ、それではですね、あなた自身の、ね、曲を聴いてください。Your song! Thank you very much, a r t h r e e And here is your song from the comment lighter guy.